ゴールキーパー上田俊介、ディフェンスは4枚、右に青山生きる、センターバックは大健二と、あさってが26歳の誕生日、真鍋光、左にレフティーの北村亮太、中盤深いところに田中純平と江口亮馬のコンビ。2列目は右にここまで7点の南野晴美、真ん中に東出と予想しました。左に前節貴重なチーム8試合ぶりの得点を取った永田和真、一番前に青戸翔と予想しています。ゴールキーパー東ジョン、3センターバック、右に古巣対決となる綿引光が入っています。真ん中に水口優斗、左に山下良二が帰ってきています。アンカーの位置に岩上雄三、2列目は右に加藤大輔、左に橋本陸、インナーには吉武亮は明日26歳の誕生日です。隣に増田俊二、一番前に瀬沼雄二と笹生和明と予想しています。ここでスルスルっとエリアの方へと近づいていきます。縦に流れていく南野、利き足は左、右足でのクロス、ヘディングを合わせた、先制点テキマジャーの宮崎、永田和真2試合連続今シーズン5点目、8月12日以来のホームでの得点。流れていった42番の南野晴美、利き足は左でした、逆足の右でピンポイントで上げていった19歳南野、ここに大卒ルーキー永田和真、ここで左から右へ強く吹いています。グラウンダー吉武が時間を作る、山下伸ばしてきた、加藤折り返せればというところでした。もう一度作り直します、綿引がサポートに行きます。その綿引、ここでワンタッチで前に押してくる、押し込んだ、同点、相模原、安藤翼今シーズン7点目、綿引からのクロス、加藤から背番号5綿引光、古巣へ恩返しのアシスト、決めた安藤翼、今シーズン7点目、同点ゴール。左利きのパンチ力のあるシュートが打てる南野が右ということは、カットインしての左足、これにも相模原当然注意をしているはずです。右で相模原、加藤が持ちます、ここで前預けて、ここでつないでいく、左足シュートだった、ハーフよく弾きました上田、ハッとするプレーでした。つないで千馬が収める、速いボールだ、加藤が回り込む、さらにつなぐ、狙っていった、直接行きました、目の覚めるような一発、相模原逆転。あっという間の出来事でした。右でポイントを作って、ここで受けて、さらにかわして、ディフェンス3人戻っては来ていましたが、キーパーの内側ワンツーの形になって、安藤翼、この時間をかけてゆっくりと攻める時と、すっと早くタッチ数も少なく攻める時とのメリハリ、相模原、グラウンダー横切るボール、ここに加藤大輔、遠いサイド止めた、上田ドンピシャでした。瀬沼裕二、ずっと体を張って先頭にいた瀬沼裕二がドンピシャのヘディング、これをキーパーの上田が弾いてみせました。投げ入れた、すらしていく、かき出した上田、もうほぼゴールの中だったのではないかという岩上雄三からのロングスロー、仲間に託すクロス、下沢のチャンスだ、ミドル狙っていった、東ジョン、
収めて北村、石津、中3枚預ける、石津がワンツーで中入っていく、ペナルティースポットが高めます。後ろから抱きしめる先制点の永田和真。テゲバジャーの宮崎、新体制3試合目、加藤光雄新監督のもと耐えてみせた90分、相模原もアウェーで踏ん張ってドロー、どちらも負けなかった両チーム。振り返った時、あの引き分けが大きかったねと言える展開にこの後できるか、勝ち点1を分け合いました。